ちょっといいかな。この間の大阪凱旋公演の話なんだけどさ、まあ俺もデビューして20年、もうここしばらくは新曲も出せてないし、まあ、俺のこと歌手って思ってる人ももしかしたらもう少ないのかもしれない。若い子だったら俺のことタレントとかさ、ラジオパーソナリティって覚えてるかもしれない。でも俺まだ歌ってるぞっていう、そういうのをこうアピールしたくてライブ打ちたいって。で、そういう再起をかけてライブやるなら絶対大阪だって俺言ってるな。まあ歌手目指して、俺が田舎から出てきたのはまず大阪、音楽活動を始めた大阪、デビュー決まった大阪、お前と出会ったのも大阪。大阪ってまあ俺にとっては始まりの街なんだよ。ただいざライブやるってなってから俺すごい不安だった。久しぶりだしな、お客さん埋まんのかなって。そしたらお前なあ、集客はマネージャーの仕事ですからって言ってくれて、つっても不安だった。だから当日ステージに立った時感動したよ。160席びっしり埋まって、よかったって、こんだけ埋まってよかった。まあ、あの頃よりは狭いホールかもしれないけど、あ、俺のこと歌手として見てくれてる人が大阪にはこんなにいるんだ。で、俺一生懸命歌おうって思った。実際ライブはすごい盛り上がったよ。高揚感もあったし熱気もあった。音楽っていいなってもう一回思えたよ。でもやっぱ引っかかっててさ、っていうのがライブの真ん中ぐらいでな、俺客席にね、今日皆さんどっから来ました、大阪府の方、全員手を挙げて、まあ、やっぱ大阪の人たちだって、大阪大好きだよ、じゃあ大阪市内の方、誰も手を挙げなくて、これ珍しいよ。あ、そうですか。堺市の方って誰も手を挙げなくて、豊中誰も手を挙げなくて、水田誰も手を挙げなくて、枚方って全員手を挙げて、全員枚方の人って珍しいですね。あ、そう、うちのマネージャーも枚方なんですよ。じゃあ皆さんいくつぐらいなんでしょう。10代の子もさすがにいないわな。20代30代40代全員手を挙げて、ああそうか、みんな40代だ、俺もマネージャーも40代だから今日40代の集会だっつったら、なんかわーって盛り上がって、まあ、頑張ろう頑張ろうっつって、まあ引っかかりはするよな。ライブの客が160人全員枚方の40代だから、気になってあのホールのホームページバーって眺めてたんだよ。そしたらあのイベントスケジュールのな、何年俺がライブした日、枚方東中学校同窓会って書いてさお前さ、こうした俺のライブと同窓会こうした、あのとんでもないことやってるぞむちゃくちゃ嫌だぞ。そうか、あれ同窓会か、そりゃまあ盛り上がるわな熱気もあったわな、同窓会か。中学何クラスだった。4クラスな。160だ160、あれ全員か。そうか、ああ逆によく集めたな40代の同窓会って全員来ることあんのか成人式でも5、6倍だろあれ。40代で全員まだ誰も死んでないのか言うのもあれだけど、すごいいいクラスだったんだな、でもこうその160集める力があったらさ、あの普通に埋まったんじゃない普通のファンでもその労力結構使ったでしょ。だもう二度とこんなことするなよ、俺めちゃくちゃ嫌だから。だからあれか、あの日は俺のファンの子たちはみんな多分配信で入れてたんだよな、チケットを速完したもんな、同窓会だから人数決まってるしな、あんまあれだぞ、あの
ファンの子ら追い出してまで同窓会すんなよ。で、配信の方ってさ、何枚あるんだろう、あっちが本ちゃんだからさ、配信売り上げ教えてよ。240売れたね。やったー。高校何クラス